子供じゃあるまいし、そういつまでも一緒に遊んでねって。にしても俺たちなかなかうまくやってんじゃないか。冒険して強くなって俺の実力を認めさせる、それが俺の夢だ。ライザンのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家、7月1日放送開始。